いや、なんかこのシチュエーションも申し訳なくないですか。社長が一生懸命掃除してるのに、業者が目の前で業者が目の前で飯を食うっていう、このくだりはちょっとなかなかですね。すいません、社長、ただのリフトのおじさんと思って勘違いしてました。申し訳ないですすいません。これいただいたんで、あと食べます。